トルコの経済、トルコの経済では、西アジアにある国トルコの経済状況に関して述べる。産業は近代化が進められた、工業、商業と伝統的な農業とからなり、農業人口が国民のおよそ40%を占める。もっぱら軽工業が中心で、繊維、衣類分野の輸出大国である。経済部門における財閥の力が大きく、近年では、 世界の大手自動車メーカーと国内の大手財閥との合弁事業柱として重工業の開発が進められている。ただし、工業化が進んでいるのは北西部の丸々海沿岸地域がほとんどで観光収入の多い地中海、エーゲ海沿岸地域と首都アンカラ周辺の大都市圏以外では経済に占める農業の比重が大きい。特に東部では地主性が よく温存されているなど経済近代化の立ち遅れが目立ち農村部の貧困や地域間の経済格差が大きな問題となっており数十年にわたる政府の開発推進政策によっても解消を見ていない。1990年代の後半から経済は低調で政府は巨額の債務を抱え国民は急速なインフレーションに悩まされている。歴代の政権は インフレの自主的な抑制に失敗し、2000年から IMF の改革プログラムを受けるに至るが、同年末に金融危機を起こした。この結果、トルコリラの下落から国内消費が急激に落ち込み、リラの変動相場制移行を行った2001年には、ラのタイドル化が50%以上暴落、実質 GNP 成長率はマイナス9.4%となった。2002年以後は、 若干持ち直し、実質 GNP 成長率は5%以上に、副長、さらに同年末に成立した公正発展等、単独安定政権の下で、インフレ目標が導入され、インフレの拡大はおおよそ鎮静化した。2005年1月1日には100万トルコリラ、トルコリラを一新トルコリラ、ユーテルとする新通貨を発行し、実質的なデノミネーションが行われた。 トルコにおいて農業は現在においても GDP の約15%、全就業者の約40%を占める主要産業である。GDP と就業者あり合いからのアンバランスからも読み取れるように貧しい農村という言葉は現金収入という観点からすればトルコにおいては現在でも基本的には間違った見方ではない。トルコは建国以来、 もともと広大な高地面積を持つ上、戦略物資である食料の確保は国家の独立の維持に不可欠との観点から一部嗜好品を除き食料の完全自給を行ってきた。しかし急激な人口増加と一部農地の荒廃により、ついに食料の輸入額が輸出額を上回る輸入超過の状態に陥った。トルコ農業の大きな問題はオスマン帝国以来連綿と続く農地の 王子主制である。初代大統領、ケマルアタチュルクは、農地改革に本格的に取り組まないうちに、その改革の途中で死去したこともあり、大事主制は現在も存在している。これらは特に農地改革が全く手付け数だった東部に多いが、アタチュルクが存命中に行った西部での農地改革も、実際にはかなりの抜け穴が存在し、そのため王子主は、程度の差はあるが、 ほぼ、トルコ全国に存在する。また、トルコ政府の言った遊牧民、ユルックの定住化政策も、部族長を、地主、部族民を小作人とする、新たな地主制の発生を招いた。ただし、大地主の所有する大農場においては、大掛かりな投資と合理的な人員配置が行われるため、 経済効率の面から見れば、かえって効率的な農業を行うことができることに注意する必要がある。実際、大農場においては、ヨーロッパ製大型農業機器の導入や、機械化された農薬、肥料の散布、散水、人手が必要な農作業でのバスを使った人員の大量輸送など、効率的な農業を行っている。そのため、 単純に農業従事者は貧困ということはできず、農場によっては農民というよりもむしろ大企業の社員というべきものも多い。むしろ経済混乱に直面しているのは農地の所有形態に関わりなく小規模農家であり、これらは大規模農場から出荷される低価格の産物による農産物価格の下落もあり、1990年代後半以降、 購買力閉価ベースでは実質所得の下落が続いている。参考までに2004年現在の主要農産物の露天バザールでの販売価格はトマトジャガイモ玉ねぎともおおむね1キロあた25万旧トルコリラ程度であった。これはトルコの物価においておおむねチャイ、紅茶一杯、シミット、小さなパン一個に相当するものでしかなく、小規模農家の生活は大変苦しいと言わざるをない。 政府も農村の現状は認識しており、直接の所得補助を行うなどしているが、トルコにおいては、財政が事実上 IMF の統制下にある危機的な状況を脱していないこともあり、補助額は不十分な上、そもそもその補助自体も一部が滞っている状態である。これらの問題は、一時期左官だった西ドイツ、当時への移民。 大都市部への出稼ぎや移住などをもたらす結果となり、一部農地の荒廃の原因となっている。国外への移民流出がやや抑え込まれた現在でも、大都市部への人口流入は続いており、流入者が作り出したデジェコンド地区と呼ばれる下町の存在は、都市の社会問題をも招いている。建国当初のトルコの経済政策は、輸入代替を主な目標とするものであったため、 軽工業は一応の発展を見た。そのため、衣服、靴、玩具、陶磁器、日用雑貨品等の生活用品はほぼ自給、可能であ。ただし、近年では、一新トルコリラ、為替相場にもよるが、日本円で90円から60円程度、ショップでの販売に代表される安価な、中国製品の輸入が急増しており、国内企業の業績を圧迫しつつある。 関係業界は政府に対策を求めているが、政府の動きは遅い。トルコにおいては、オスマン帝国時代以前から政党が行われており、その伝統を引き継いだ、政党業は今も盛んに行われている。伝統的で小規模な産地としては、伊豆肉がまた大規模な工業として成立している産地としては、キュタヒアが挙げられる。特にキュタヒアでは、 近郊で産出される豊富な糖度を活かし、巨大な製糖工場が多く建設されている。その中でもキュタヒアポルセレン、クーターハイアポルセレンと、キュラルポルセレン、グラルポールズレンの2社は、トルコ国内では、全国的に有名である。また、トルコの製糖業は、食器だけでなく、トイレ等の衛生機器分野にも進出している。 トルコはもともとヨーロッパ向けに輸出されるようと、綿花の産地であったことから、伝統的に繊維産業が盛んであり、現在でも輸出額の約3分の1を占める主要産業である。また現在では、天然繊維だけでなく、ブルサを中心に、化学繊維の生産も盛んである。トルコの繊維産業の輸出先は主に、欧州連合と、 アメリカ合衆国であるが2005年からの中国に対する輸入割り当ての撤廃により今後厳しい状況が予想される。これに対しトルコの繊維産業界と政府ではデザインの向上によるアパレル製品の付加価値向上や人件費の安い東部、南東部、アナトリアや中央アジアへの向上移転などの対策を打っている。トルコにおける重工業は鉄鋼、 コンクリート、セメント、石油生成など基礎的な素材分野が中心であったが近年では国内財閥と外国資本の合弁による自動車生産が大きなシェアを占めるようになった。外資系自動車産業はトルコにおける投資の拡大を表明しており今後も生産の伸びが期待される。ただしトルコでは基礎的な機械、自動車部品生産能力が未熟で 生産設備に至っては、ほぼ完全に輸入に頼っている。そのため、トルコでは、自動車輸出が5ドル増加するたびに4ドル輸入が増加するとも言われており、この状況を改善するための国内産業の強化が、策されている。トルコにおける、主な自動車生産企業は、以下の通り、トルコにおいて建設業は、国内総生産の3%程度を占めるに過ぎない。 産業ではあるが、その一方で対外受け負いによる外貨獲得源としても期待されており、実際に中東、北、アフリカ、ロシアを含む旧ソ連国において受注を獲得している。特にロシアは受注額の3分の1を占めるトルコにとって最も主要な受注先であり、ロシア連邦議会ビルの修復を行ったのもトルコ企業である。トルコにおいては、 一般の住宅環境が良好とは言えなかったが、これは極めて高いインフレ率によって、住宅ローンが事実上機能していなかったことに、主な原因がある。実際、手持ち資金が尽きるとその時点で建設を中断し、残りの部分は再び資金を貯めた後に、建設するということは、トルコにおいてはごく普通であり、街中の実際に居住が行われている建物でも、これらの光景はよく見られる。 しかし、歴史的な水準にまで低下したインフレ率によって、一般向け住宅ローンが銀行の営利事業として十分実行可能ものとなりつつあり、これにより2005年以降の住宅建設の増加が期待されている。トルコにおける失業率は小規模な変動はあるものの、おおむね10%強の水準で高止まりしている。を維持している経済に対して、 このような高い水準の失業率が発生している、ほぼ唯一の理由は、急激な人口増加である。トルコの出生者数は、毎年約120万人にも達しており、いかに近年好調なトルコ経済であってもこれだけ、膨大な数に上る、学校新卒者を吸収することはできていない。しかし、単純な理由であるからこそ、解決の見込みがない問題であり、 トルコにおいては重大な社会問題となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。